谷井さん、お疲れ様でした。総集編でございます。いや今日はね、はい、はい、今回はもう歯茎マンが歯茎マンしてくれたからさ、 MVP、はい、ありがとうございます。あんなに進むと思わなかったもんね。かつてないロックマンの進み具合でしたね。あ、そうなんですか。いや、僕はね、感動したよ、はい、あのね、やっぱりやりきってる人ってすごい。いや、すごいですね、うん、本当にちょっと役に立ったということで。いや、嬉しかったですね。初めて褒められたというか、兄さんに嬉しい。いや、すごいですねすげえ。そしてあと今日やったのはグラビティデイズ。はい、兄さん、これはやっぱり楽しいですか、この場。いや、これはね、はい、ハマる。このゲームは僕が今までやった、はい、まあ、最近のゲームの中では一番ハマってる、はい、すごいですね。これはアニメが、はい、あ、なんて言ったらいいのかな、 3D アニメがそのまま動いてるからすごく楽しい。やってて楽しいですね。あのね、世の中の CG 系の、はいはい、ゲームが全部こっちになってくれたら嬉しいのにって。いや、これはでも本当に素敵なゲーム、世界観もすごいですよね、うん、なんかね、新しい、ちょっと感動してます。すごいですね。そして兄さん、対戦ゲームいろいろやりましたけども、ご当地鉄道、はい、ご当地鉄道やりました。あれ優勝したの誰だっけ、勇気だっけ。勇気さんが最後逆転して、最後の最後で、いや、すごい、ずーっと1万人差でずーっと兄さん1位だったんですけどね。まあね、勇気が勝ったことは、はい、まあ、その努力もあると思うしね、はい、運もあると思うし、はいはい、その今後のね、あいつのそのなんていうの、活躍、はい、っていうのをこう期待できる、はい、あの勝ち方だったじゃん。最後の逆転というドラマチック。問題は、はい、匠だよ。もうだからね、今後の人生の転落を予感させるような。でもあれ面白いですね、やっぱり。いや、面白い、あれ。みんなでやると、ね、みんなでやると楽しいね。楽しいですね、あれは。楽しい、あれは本当楽しい、はい、し勉強にもなりますね。そして、うん、今回一番カオスだった太鼓の達人。もう叩いてる音で曲が聞こえないというカオスがありましたけど、それがすごかったですね。いやー、あと何やりましたっけ。ストリートファイターやりましたね、ウルトラストリートファイター4。はい、あれもさ、はい、あれだよね、あの勇気と、そうなんですよ、ハギちゃんの、はい、あの昇竜拳対決。そう、昇竜拳、あれさ、おかしいよね。お互いが昇竜拳打ちまくってるっていかにやってたかっていうのが見えるじゃん。基本的にもゲームが上手いですよね、ハギちゃん。だからやっぱ昔やってたっていうのは多分だいぶ貯金になってる感じだと思いますね。あ、でもこのね、今の昔やってたっていうこの言葉を見てるね、はい、若い子たちはちょっといい意味で捉えてほしい、うん、だから小さい頃に本当に頑張ってやってたものっていうのが大人になってからもうなんか身になってる。そうですね、本気でやってたことっていうのは身につくんだよっていうのをね、分かってほしい。だってもう何十年ぶりでしょやるの。いや、もう本当覚えてないですよ。小学校の時にやってたのが本当覚えてるだけで、体が勝手に動くっていう。でもね、はい、それも別にゲームじゃダメだって言ってるわけじゃん、はい、ゲームも極めるところまで行くと意味があるってことが言いたい。そうですね、何でも本気でやれってことなんだよ。しかも大人になってビジネスになる可能性もいっぱいあるわけですよね。あるある、今なんか特にね、あるある。そうですよね。だからお笑いは身についてないですけど、だからお笑いは、はい、多分ね、その小さい頃中途半端だったんで。あ、ちょっと遊びに来てくださいよ。あ、ぜひぜひ。じゃあ、ちゅうかもうレギュラーでいいよ。レギュラー、うん、レギュラーでいいよ。嬉しい。だから海外ですから、ちゃんと自腹でレギュラー。海外自腹で。いやいや、レギュラーですから。まあでもね、あの匠が来ない分だけ。いや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 、行きますよ、行きますよ、行きますよ。匠はもうあのレギュラーから準々レギュラーまで落ちたからね。いやいや、でも、でも行きますよ、もう準レギュラー。日本人レギュラー今日ダメですかみたいな。じゃあ兄さん、まとめの一言お願いします。何事も本気でやれば、すべてそれは身となり金となる。もう勝手じゃなくて金ということで、いや、名言いただきました。ということで、今月もガメセンテルありがとうございました。今日のガメセンテルはここまで。限定配信しているコンテンツ裏センテルや、プレゼントキャンペーン情報など、知れば得する情報が、ここに。番組の公式サイトは右上のマークをクリックしたら見れます。ここね、はい、チャンネル登録をしてない人は画面の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかリクエストあったらコメント書き込んでください。で、ちょっ
著名人、芸能人、成功された方、まあ、いろんな方、一緒にガムセンテル出たいぜと思ってる方、ここにコメント、もしくは事務所にも連絡ください。YouTube に直接連絡してもありです。まあ、あとは匠とかにね、呪いのハガキとか、そんなわけで、もろもろよろしく。じゃあ。